안녕하세요동북아문화관광국제대학생발표대회에참가하게된상지대학교박아림박미희임주선정수현입니다저는발표를맡게된정수현입니다지금부터발표를시작하겠습니다저희가발표할주제는코로나19로인한위기상황을기회로바꾸기위한안동관광전략입니다발표는관광업계의현황안동의대응전략창의적해결방안그리고방향제시순으로진행됩니다코로나19로인하여많은업종이타격을받고있지만그중에서도관광은더욱심한타격을받고있습니다여행업계의매출은사실상제로에가까우며여행업계900여개가폐업하고있는실정입니다이러한문제로안동의관광역시타격을받고있는데이를해결하기위해안동시는관광활성화를위해많은노력을하고있습니다안동은전국최초로주요관광지에비대면안심방역게이트를설치운영하였습니다이는관광객이급증할것에대비해관광객들이마음놓고관광할수있도록한대응전략입니다또관광객유치인센티브지원을두번째예로들수있습니다이는여행사에도해당되지만관광객에게도관광지두곳을구경하고한끼식사후 1인당1박시3만원2박시5만원을지원한다고합니다이외에도외교사절단조청팸투어맞춤형관광프로그램등을운영하고있습니다이러한노력중에서아쉬운점도찾아볼수있었습니다여름휴가시즌에경북대부분지역의캠핑시설은한달정도예약이마감되어있었습니다하지만안동지역은그러지못하였습니다이는안동지역의캠핑을예약할수있는시스템이구축되어있는곳이많지않아그런것으로보였습니다또안동의유명관광지인하해마을의셔틀버스는평일하루두대가10분단위로운행됩니다이버스는외부버스회사가운영하다보니방역보다는버스회사의수익을얻기위해탑승객의인원을제한두지않아코로나19로민감해진관광객들의불만을초래하고있습니다관광대응전략중아쉬운점을보완하고관광객이안심할수있도록하는창의적인방안4가지를구상해보았습니다애플리케이션개발비인기관광지홍보렌터카이용촉진온라인영업활성화가있습니다먼저안심의안동애플리케이션입니다관광객들이코로나19로인해안전을더욱신경쓰기에관광어플리케이션을생각하게되었습니다관광을하기전에알아야할정보를한곳에서볼수있습니다첫번째기능으로는확진자방문여부파악입니다다른지역에서방문하는경우시청홈페이지를방문하지않는이상확인하기힘듭니다방문객에게이전방문자중확진자유무를애플리케이션을통해알려줄수있습니다두번째기능으로는관광지소독여부파악입니다공중화장실이나대중화장실은1차별로화장실청소여부를확인할수있습니다애플리케이션을통해소독여부를관광객에게공개할계획입니다세번째기능으로는실시간인구밀집도파악입니다각관광객의 GPS 또는관광지매표소사전예약정보등을통하여관광객의인구가얼마나밀집될예정인지정보를전달한다면관광객분산효과를가져올것입니다네번째기능으로는이티켓발권입니다모바일입장권을제시하면바로입장할수있는기능입니다이는현장에서표를 구매시발생하는불필요한접촉을줄일수있을것입니다다음은비인기관광지홍보입니다비인기관광지를새로운여행트렌드와접목시켜개발을하여홍보를한다면관광객분산효과가나타날것입니다첫째사박장소추천입니다코로나19이후타인과의불필요한접촉을피하기위해캠핑차박을하는관광객들이늘어나는추세입니다이러한관광객의선호에맞추어레저와캠핑을즐길수있도록비인기관광지중자연관광지를차박장소로활용할수있게추천해주는것입니다둘째 온택트관광확대입니다코로나19로인해주요생활권이지반이되었고혼행또는스마트폰으로여행을즐깁니다이에안동시에서도관광객들이안동을방문하지않아도온라인으로즐길수있게하는것입니다예를들어안동의박물관에서플랫폼을활용하여디지털 콘텐츠즉온라인박물관을이용가능하게하는것입니다
셋째, 청정 지역 관광 확대입니다. 청정 지역 관광지 중 숨어있는 관광지들을 활용하여 관광객을 확대시키는 것입니다. 이는 안동을 이미 방문했던 관광객의 재방문과 관광객 분산에 도움이 될 것입니다. 다음으로 렌터카 이용 촉진입니다. 코로나19로 인해 접촉 최소화를 원하는 사람들이 늘어나면서 대중교통 이용을 꺼려하고 있습니다. 렌터카 이용을 촉진시키기 위해 안동에서 차량을 렌트할 시 렌트비 할인 또는 관광지 입장권 할인 등의 행사를 진행하는 것입니다. 또한 캠핑카 대여에 대한 할인도 시행한다면 캠핑을 선호하는 관광객들도 이끌 수 있을 것입니다. 마지막으로 온라인 영업 활성화입니다. 온택트 관광이 활성화되고 있는 요즘 안동도 발빠르게 온라인 영업 활성화를 해야 합니다. 저희가 생각한 활성화 방법은 근거리 맛집 배달 강화, 특산물 배달 사업 활성화입니다. 근거리 맛집 배달 강화는 관광객들이 숙소에서도 안동의 맛집을 즐길 수 있도록 하는 것입니다. 이는 맛집에서 줄을 서는 것을 피해 불필요한 접촉을 최소화할 수 있습니다. 특산물 배달 사업 활성화는 안동의 특산물을 방문하지 않고도 각 지역의 사람들이 즐길 수 있게 하는 것입니다. 이와 같은 사업을 활성화시키기 위해 안동시에서 광고비를 지원해주는 방안도 생각해볼 수 있습니다. 지난 3월 코로나19로 강원도 특산물인 감자 판매에 많은 어려움이 있었습니다. 이에 강원도지사는 강원도 공식 채널을 통해 홍보 판매, 택배비 지원을 통해 배달 사업을 활성화시킨 사례가 있습니다. 코로나19로 관광이 주춤하고 있는 시기이긴 하지만 해외여행을 갈 수 없는 탓에 관광객들은 국내 여행을 선택하며 국내 여행은 호황기를 걷고 있습니다. 전라남도 진도가 대표적입니다. 코로나19가 창궐하자마자 적기 대응을 통해 코로나19 청정지역을 사수했습니다. 진도 솔비치 호텔 리조트에서는 진도군청이 시행하는 진도대교의 발열 체크뿐만 아니라 호텔 내에서 자체적으로 검역 절차가 엄격히 이루어졌기 때문에 이 부분이 자연스럽게 바이럴 마케팅이 된 사례가 있습니다. 관광 거점 도시인 안동도 이러한 사례를 바탕으로 꼼꼼한 방역과 엄격한 검역 절차가 이루어진다면 관광객, 지역 시민, 상인들도 안심할 수 있는 관광이 될 것입니다. 안동은 다른 도시에 비해 실내 관광지가 많고 자연 친화적이며 잘 알려지지 않은 숨은 명소들이 많이 있습니다. 덕분에 실내 관광지인 안동 화해마을의 관광객은 점점 증가하는 추세입니다. 하지만 안동 화해마을 버스는 탑승객 제한을 두지 않아 탑승객이 불만을 호소하고 있습니다. 탑승객 수에 제한을 둔다면 안동의 신뢰성 이미지가 구축되어 안동을 많이 방문하게 되지 않을까요? 이처럼 시행 중인 대역 전략에서 미처 신경 쓰지 못한 부족한 부분이 분명 존재할 것입니다. 이번 기회를 통해 관광업계뿐만 아니라 안동시에서도 나서서 이미 시행 중인 대응 전략에 부족한 부분은 없는지, 관광객이 불만을 갖고 있다면 어떤 점을 그렇게 느꼈는지 등을 확인해보고 보완해 나가야 할 것입니다. 다양한 정보를 한 곳에서 찾아볼 수 있는 애플리케이션 도입, 관광객 분산을 위한 비인기 관광지 홍보, 불필요한 접촉 최소화를 위한 렌터카 이용 촉진, 온택트 관광에 대비한 온라인 영업 강화, 이러한 방안을 잘 도입시킨다면 안동 또한 위기를 극복할 수 있을 것입니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. これから大阪商業大学アメリカンロックボーリングシアターの発表を始めます。メンバーは柴田志誠、吉川翔輝、高田優、有川照彦です。タイトルは GoTo トラベルキャンペーンに関する新聞記事についての考察です。よろしくお願いします。
はじめに GoTo トラベルとは何かについて説明します。 GoTo トラベルとは日本国内における新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けている観光産業を支援するために設けられた日本政府の政策であり、ウィズコロナの時代における新しい生活様式に基づく旅のあり方を普及、定着させることを目的としたキャンペーンです。宿泊を伴う、または日帰りの国内旅行の代金総額の2分の1相当額を国が支援する事業です。支援額のうち 70% は旅行代金の割引に、30% は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。研究方法は、日本で一番影響力がある読売新聞は約770万部で、朝日新聞が520万部です。7月1日から10月31日までの新聞の GoTo トラベルを記載してある新聞記事をすべて収集して中に出てくる言葉を分析しました。記事で書かれていた言葉の使用率を表にしました。その中で使用率が多かった言葉を10個ピックアップしました。 GoTo が86回、トラベルが89回、割引が91回、授業が102回、予約が104回、感染が120回、観光が138回、東京が142回、旅行が222回となっており、旅行が一番使用率の回数が多かったです。続いて調査結果を狂気ネットワークという図を用いて説明したいと思います。狂気ネットワークという図は、言葉と言葉の結びつきを、表した図です。この図の下側を見たら分かるように、旅行が一番大きい枠となっております。この旅行と結びつく、トラベルや GoTo、観光が一番大きい枠となっており、それと結びつく、下側のコロナ、新型ウイルス、感染と深く、結びついていることが、この図を見れば分かります。さらに、この一番大きい旅行の枠から、最も反映ている、左上側のクーポン、地域、使えるや、商品販売が反映ているため、この図を作成した、新聞記者の、関心が薄いと考えられます。これらのことから次のような考察をしました。 GoTo トラベルはコロナ禍において観光業を盛り上げる魅力的な政策であること、しかしまだまだ以前のままで旅行者の人数には達していないこと、これからは以前のように旅行者を増やすために宣伝に力を入れる必要があるということです。以上で大阪商業大学アメリカンロックボーイズシアターの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ただいまから大阪商業大学の発表を行いたいと思います。メンバーは有吉風花、松林翔吾、高木凛太郎、坂井幸喜です。発表タイトルはコロナ禍でのホテル経営危機についてです。経営危機について大阪市内の事例です。はじめに、コロナの影響で外国人観光客や国内旅行者が激減したことにより、大阪では多くのホテルがその影響を受けました。中には倒産や産業の危機に瀕しているホテルも多く、今後さらにこの傾向は広まっていくと思われます。
そこで新聞に掲載されているコロナ禍やホテルに関する記事がどのように取り扱われているのか、テキストマイニング手法を使って分析してみました。そして大阪のホテルの今後の課題や方向性について考えてみました。こちらの、表をご覧ください。3月に休業要請が発令され、4月に非常事態宣言が発令されました。そして5月下旬には解除され、6月に休業要請の緩和がされました。また4月から GoTo により徐々に稼働率が増えています。この図をご覧ください。下の方を見ますと、ホテル、客、観光、コロナなどの、関連付けられているのが分かります。そして、僕らのチームが個人的に面白いと思ったのが、このワーケーションと旅館が関連に割と近いところにあるにもかかわらず、そのホテルとの関連付けがあまりされていないことに興味関心を持ちました。2020年コロナウイルスの影響で倒産または閉館した大阪のホテルは下の表の通りになります。読売新聞の4月から10月に掲載された記事の中で、ホテル、コロナ禍のタイトルで書かれた20件の記事の中で出てきた言葉のランキングを下の表にまとめました。1位から5位は、ホテル、客、コロナ、観光、宿泊の通りになっていて、避難が入っているのが、コロナから逃れるために地方の旅館へ避難したから出現しているのではないかと思われます。まとめになります。突如現れた新型ウイルスの影響は日本経済を完全に停止しかねないほどの猛威を振るい、非常事態宣言の発令も余儀なくされました。そして3密を避けるために第1弾とし、外出自粛や休業を政府は国民に要請し、サービス業などに大きな打撃を与え、特に観光業界では倒産する旅館やホテルが後を絶たなかった。そんな中、廃業、倒産寸前のホテルや旅館を救うために GoTo キャンペーンを実施し、観光業界や宿泊施設の活性化に力を入れたことにより、観光業界や宿泊施設がにぎわいを取り戻しつつあるが、例年並みの人出が戻るのは数年はかかる長期戦になるとともに、再び感染拡大で休業要請が出された時の対処法や経営方法などの課題を抱えながら営業していかないといけないだろう。最後に、2025年大阪万博への期待。コロナと共存していく新しい時代の先駆けとして、来年開催される予定の東京オリンピックに続くように、5年後に開幕する大阪万博での経済効果は1兆5億円も生み出すと予測され、観光業界やホテル業界にも莫大な効果が期待される。万博だけではなく、 IR の誘致により万博と同時期に多くの観光客を呼び、コロナ禍で問題視されていた東京一極集中を大阪が覆し、東京と並ぶ大都市へと変貌していけるだけのパワーを、今回は大阪万博で秘められているからこそ大阪の受け皿になるだろうと思います。今回のコロナ禍から一日も早く大阪のホテル業界が立ち直り、2025年の訪日客の大きな受け皿の役割を果たすことを期待します。これで発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
では大阪商業大学中村渚、金谷直、今西龍人、小川優奈の発表を始めます。タイトルは USJ の年間パスにおける利用頻度の比較です。よろしくお願いします。はじめに USJ は大阪で生活する若者にとって一番身近なテーマパークであり、学生生活にとってかけがえのない存在です。そこで実際に大阪で生活する若者にアンケート調査を行って、USJ がどのように利用されているのかを調査しました。調査方法、アンケートによる USJ の年間パスポートの所持や使用金額、魅力を感じるアトラクションの調査を実施し、そこから得られた結果をもとに考察しました。大阪で暮らす若者層に対してアンケートシステムを使用し実施しました。有効回答数135件でした。アンケートフォームはこのような形になっております。 1. USJ の年パスは持っていますか。 2. USJ でいくらくらいお金を使いますか。 3. USJ でお金を使う優先順位で1位は何ですか。 4. よく利用するアトラクションは何ですかです。調査結果、まず年間パスポートの所持率を比較していきます。135人にアンケートを取ったところ、グラフの青色は現在年間パスポートを所持している人は43人で 32% です。赤色は今まで買ったことがない人で48人で 35%、 黒色は現在は持っていないが以前に持っていた人で44人の 33% という結果が出ました。そこから読み取れることは、大学生の3分の2が年間パスポートを所持していたことが分かりました。このようなところからも、大学生活にとってかけがえのない存在であることが分かりました。次に、USJ のパーク内でいくらお金を使うかをアンケート調査しました。一番多かったのは3000円以下の61人で、全体のほぼ半数を占めています。調査結果から、パーク内ではあまり多くのお金を使わないことが分かりました。そこで詳しく何にお金を使うかを調査しました。USJ でお金を使う優先順位で一番多かったのは、USJ 内のレストランでした。ワンデイパスポートでは、一度パーク外に出ると再入場することができないため、食事をパーク内のレストランで取ることが考えられます。逆に、年間パスポートを持っている人は、何度でも入退場ができるため、パーク内よりも安いパーク外のレストランで食事を済ませ、パーク内ではカチューシャやサングラスなどの装飾品などにお金を使っていると考えられます。最後に、人気のアトラクションについてアンケート調査を行ったところ、1位バックドロップ、2位フライングダイナソー、3位ハリウッドドリームザライドと、上位には絶叫系のアトラクションが占めています。また4位にハリーポッター、5位にスパイダーマンと、映画が有名なアトラクションが人気でした。最後にまとめです。 USJ 内のレストランを利用する人は、年間パスポートを所持していない人と割合が一致します。所持していない人がレストラン利用者の大半を占めるのではないでしょうか。年間パスポートの所持者が 30% に落ち着いているのは、ここ数年新しい爆発的人気を誇るアトラクションが出てきていない結果の消費一群効果です。コロナ禍の影響でもあります。そして2021年春に予定されている任天堂のアトラクション開業に備えての買い控えが生じていると思われます。
今後の課題として年間パスポート所持者と非所持者の USJ 内における消費行動の違いやアトラクションの趣向を比較検討し、マーケティング活動の提言をしていきたいです。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。